あ、たま。突撃シャッターチャーンス。うわ、何突然。ふっふっふ、素敵なびっくり顔いただきですよ。いやー、我ながらいい一枚が撮れました。カメラ。いえいえ、エトワリアに現代文明の利器があるはずないじゃありませんか。これはサルスジから入手した魔法の力で動く不思議な撮影機ですよ。つまりどういうこと。まあ簡単に言うと魔法のカメラって感じですね。ほら、その場でプリントもできるんですよ。つまりカメラ。いいじゃないですか、もったいぶらせてくださいよ。ほら、すごいでしょ。この世界でこんな鮮明な写真が撮れるんです。タマ、テンション高い。タマってそんなにカメラ好きだったっけ。お二人はどうしてそんなに冷静でいられるんですか。この世界でカメラですよ。テンションが上がるというものでしょう。そうなの。よく聞いてください。これまで我々にはエトワリアの風景を記録する手段は皆無でした。こんな美しいファンタジー世界に来たにもかかわらずです。しかーし、今は違うのですよ。この魔法の撮影機があれば写真撮り放題。確かに画像に残せるのはすごいかも。私、クロモンの写真撮りたい。私もこの世界の服とかアクセとか写真撮っておきたいな。何をおっしゃってるんですか。このファンタジー世界を画像に残せるのならば最初にやることはあれしかないでしょう。あれ、かわゆい女の子とファンタジー世界の背景を組み合わせて撮影することですよ。なんで。どうして。私の魂がそう叫んでいるからですよ。わからない。ごめんね、タマテちゃん、私もよくわかんない。あれ、なんか温度差が悲しい。とにかく、私はこの撮影機を手に入れた時、心に誓ったのです。ファンタジーテイストギャルゲーのスチル的な完璧な写真を撮ってみせると。ということで、エイコちゃんモデルになってください。あー、そう来るのか。ほらほら、今ならこんなものをプレゼント。写真。あら、花じゃない、可愛い寝顔ね。さっき花ちゃんにも声をかけに行ったのですが、あまりにもぐっすり寝ていたので写真だけ撮ってそっとしておきました。安らか。寝顔の写真を撮るか、はたまた添い寝か、究極の二択でした。添い寝を選んでくれてたらカムとののんびりした休日が過ごせたというのに。それでどうなんですか？モデルさんになってくれるんですか？まあ、写真撮られるくらいならいいか。エイコが行くなら、私も行く。ありがとうございます。そうと決まれば、早速出発しましょう。まだ見ぬ撮影スポットを目指して、さあ行こう。作りの建物に石畳、青い空とせわしなく働く人々。ファンタジーチックな一枚を撮るには絶好のロケーションですよ。
それで私たちはどうすればいいの？そうですね、まずは鳴らしで何枚か撮ってみましょうか。それじゃあ自然な振る舞いで、あ、目線だけこっちくださいね。こう。いいねいいね、かわいいよ。はい、チーズ。いいよ、セクシーだね。そのままそのまま。なんだかすっごいうさんくさいカメラマンね。こっちの方が雰囲気出るかと思いまして。まあ本人が楽しいならいいんだけど。すっごい楽しいです。我ながら良い企画を思いついたなと自画自賛したいレベルですよ。それじゃあそろそろ本格的に行きますか。はい、じゃあポーズは、はい、次でラストです。はい、お疲れ様でした。いやー、いい写真が撮れましたよ。なんか普段使わない筋肉を使いまくった気がする。疲れた。そうね、どこかで甘いものでも食べて帰りましょうか。うん、いい考え。ちょいとお二人さん、何解散モード醸し出してるんですか？あれ、終わりじゃないの？ラストって言った。違いますよ、終わったのはあくまでも街中の撮影です。ファンタジー世界ならスチルにしとかなきゃいけない場所がまだまだあるでしょう。魔物の潜む森とか、火を吹くドラゴンが住む洞窟とか、女神が眠る泉とか、そういうのを撮っておかないと A 子ちゃんもカムちゃんも村娘 A 扱いされちゃいますよ。いいじゃない村娘。うん、写真撮られるの疲れた。お腹減った。ほら村娘 B もこう言ってることだし。こうなったらこの手だけは使いたくなかったのですが。ねえカムちゃん、ちょいとお耳を拝借。うん。今撮影に付き合ってくれればライデさんのお店の限定スイーツ、はあ、さらにはコルグちゃんのつてで手に入れた幻のお菓子まで、はあ、たま、私モデルになる。あからさまに買収されてるじゃない。エコ、これは私の意思、決してお菓子に釣られてなんかいない。見てください、このカムちゃんの澄んだ目を。モデルをやりたいという純粋な気持ちに満ち溢れてるじゃありませんか。いや、どう見ても食欲にまみれてるんだけど。はぁ、タマとカム、二人だけで行かせるのも心配だしね。私も付き合うわ。わーい、エイコちゃんのそういうとこ大好きですよ。うん、エコ大好き。それじゃあ早速行きましょう。撮影場所の目星はつけてあるんです。さて、ここら辺でいいですかね。神聖な雰囲気に満ち溢れてファンタジー世界にぴったりな。神聖？なんかどんよりしてて暗い雰囲気なんだけど。雨降りそう。ロケハンの時はいい感じだったんですけどね。暗雲立ち込めちゃいましたか。ま、これはこれで雰囲気出てますよ。早速撮影しましょう。ちょ、まだポーズも撮ってないんだけど。え？まだ撮影してませんけど。今の、雷。ん？ちょっと、雨降ってきちゃったわよ。き、はー、来ましたよ、千載一遇のチャンスです。
エトワリア、エトワリアといえば豪雨。さあ撮影を始めましょう。そういうのはいいから、早く雨宿りできる場所を。タマ、目が怖い。ちょっと本当にこの雨の中撮るの？もちろんです。いつかは雨に水着イベントを邪魔されましたが、今日は逆に利用し尽くしてやりますよ。あの日の雪辱を晴らすんです。こんな状況じゃまともな写真撮れないでしょ。いやいや、ちょっとブレてボケるぐらいでちょうどいいんですよ。あら、激しい雨と風の中で撮影なんて、おしゃれ PV みたいでかっこいいじゃないですか。もうさすがに風邪ひいちゃうし、私たちは雨宿りを。あれ、カム？いやいや、カムちゃんはどこへ？行こう。はあ、風で吹き飛ばされてる。カムちゃん、今助けますよ。ピシ。カム、はい、ハンカチ。体拭くには頼りないけど。うん、ありがとう。いやあ、嵐の中で撮影作戦は失敗でしたかね。そりゃあね。迫力のシーンが撮れると思ったんですが。でも、雨宿り室も定番ですよね。濡れた服が肌に張り付いてドキドキな二人。寒さをしのぐために裸で抱き合う二人。まさに裸一貫。撮影禁止だからね。ジェー。エコ。どうしたの？寒い？あれ。あれ？怒っていらっしゃる。まさか魔物さんのお家だったとは。戦士の私が前に出ます。エイコちゃんとカムちゃんは援護を。わかった、タマも無理しないで。こいつは強敵ですね。桃地のスレンダーボディでは力負けしそう。どうしましょう。なんとか相手の隙をつかないとは。雷を怖がってる。それだ！私がカメラのフラッシュで隙を作ります。お二人はその隙に攻撃を。明らかにひるんでるわね。よし。やったー！逃げていきましたよー！お家から追い出してしまってごめんなさい！ごめんなさい。しかし、タマのフラッシュがなければ危なかったわね。タマ、お手柄。いえいえ、おかげでいいシーンが撮影できましたし。ちょっと、戦いの最中にも撮ってたの？はい！エイコちゃんとカムちゃんの躍動感あふれる貴重な写真が撮れました。あははブレないな。さっきの戦いでカムに何かあったら乗る男だけど。大丈夫ですよ、それくらいはわきまえてますし。そのことより、ほら雨上がってますよ。洞窟の中は寒いですし、行きましょう。あ、ちょっと
様のありがたみが身に染みますな。ぽかぽか。雨も上がってるわね。さ、それじゃあ帰りましょう。エイコちゃん、撮影機の魔力もあと少しなんで、ここで取り切っちゃいたいんですが、ダメですか？私はいいけど、カム、疲れてない？私、やれる。おお、やる気に満ち溢れてますな。戦いの興奮、冷めやらぬ。まあ、元気ならいいんだけど。でも、私、取られるより取ってみたい。うん、それじゃあ二人でエイコちゃんの撮影会しちゃいましょうか。あれ、違うの？タマ。え？私を取るおつもりで？まったり行こうか。うん、タマの写真が撮りたい。それはなんというか、別に必要ないんじゃないかな。あら、いいじゃない、私たちばっかり撮られてたんだし。いや、でも私といたしましては、その取られるより取る側でいたいというか、攻略する側に立ちたいと言いますか。私たちのことは散々取っておいて、それはないんじゃないかな。それを言われると弱いのですが。よし、わかりました。こうなったら私自身を攻略対象の一人と仮定して、完璧なイベントスチルを制作してやりましょう。カムちゃん、撮影お願いしますね。任せて。それじゃあ撮る。はーい。はい、チーズ。カムちゃん、カメラ重い。今のは完全にブレたわね。元の世界の一眼レフなんかよりずっと重いですからね。そうだ、エコ、私の前にひれ伏して。こう？一瞬の躊躇もなくひれ伏した。エコの頭に乗せて撮ればブレない。おお、エコちゃん三脚の完成ですね。エトワリアで三脚になるとは。普通に支えるんじゃダメなの？おやおや、もう根を上げたんでちゅか。エコちゃんは弱弱ですね。エコは意外と根性ない。三脚失格ですね。好き放題罵られてる。三脚失格ということで、人間に戻っていい？普通に撮りましょう。うん、じゃあ一緒に。はい、それじゃあ撮るわね。ちょっと待ってください。今ポーズを決めますから。よし、どうぞ。はい、チーズ。おお、いい感じじゃない。たまらしい。ありがとうございます。しかし、あれ、あんまり納得いってない感じ？いや、写真としてはいいんですけどね、イベントスチルとしては。イベントスチルとしては？スチルというものはですね、後から何度も見返して思い出に浸ることができるものなのです。だから、もっとポーズも場所も服装も工夫して最高の一枚を撮りたいんですよ。
すごいこだわりよね。まあもうここまで来たんだし付き合うけど。うん、タマのもっと可愛いとこ取る。ありがとうございます。もう遠慮はしません。これより撮影準備に入ります。服装が決定次第草原に集合。決戦の地にて撮影を行います。それでは行きますやでー。おあちゃー、やるしかないか。メンタルゲージ復活。今度は私がみんなを元気にする番だから。さあここからが勝負やな。これだったらいかがでしょうか。開いた。もう大丈夫です。さあここからが勝負やな。いやいや、シャッターチャンス。イベントスチルは見逃しませんよ。痛いわ。さあここからが勝負やな。みんなの力になれますように。エートにし。これなら。痛いわ。ではでは、こんなのはどうでしょう。おいやからの会心の一撃です。えいてい。なんとしますか。西ウリアス。これなら。みんな今だよ。なんかくすぐったいな。ぬんぬん、私は触る専門ですので。これが切り札ですよ。あのね、私実は浪人してるの。なるほど。それで花の傘張り技術には注目していたのよ。浪人経験は無駄じゃなかったんだね。みんなごめん。うん、山梨にまで来るとは。さて、あんなし者やな。あんなし者は鳴沢氷穴に閉じ込められてまうで。いやー、嘘やで。これでキャンプご飯作ろうや。一人4000円ずつや。ついに来ました、水にまつわるイベントスチル。入れよ水着ギャル。いや違う、こういうのじゃなくて。イベントスチル。みんな、今だよ。メンタルゲージ復活。今度は私がみんなを元気にする番だから。ガッツ注入やで。私、一度マグロをさばいてみたかったんですよね。いやいや、シャッターチャンス。イベントスチルは見逃しませんよ。痛いわ。もう大丈夫です。さあここからが勝負やな。エートにし。フキ。メンタルゲージ復活。てい。えい。
の吊るし切りをやってみたいんです。これし。はい、ここでイベントスチル。あのね、私実は浪人してるの。なるほど、それで花の傘張り技術には注目していたのよ。浪人経験は無駄じゃなかったんだね。ついに来ました、水にまつわるイベントスチル。入れよ、水着ギャル。いや違う、こういうのじゃなくて、イベントスチル。みんな、これでガッツ注入や。私がみんなを元気にする番だから。あんまりうちをなめたらあかんで。うん、山梨にまで来るとは、さてはあんなしものやな。あんなしものは鳴沢洞窟に閉じ込められてまうで。キャー、嘘やで。これでキャンプご飯作ろうや。一人4000円ずつ買ったな。トム、さすがにその笑い方はどうかと思う。いやいや、エイコちゃん、見られてしまいましたか。私もいる。おう、ちょうどよかった。実はですね、この間撮影した写真をアルバムに整理していたところだったんです。ほら、見てください。どれどれ。あ、たくさん。エイコ、かわいい。カムもすっごいかわいい。いいな、このアルバム。そうでしょう、そうでしょう。ゲームクリア後にイベント CG アルバムを眺めるような感慨深さがあるでしょう。あら、そういえばタマの写真は？その最後のページにありますよ。おお、素敵じゃない。いやー、照れますな。いつもよりおしとやかな雰囲気を演出したせいで、自分が自分じゃないみたいな感じです。意外な一面。うんうん、かわいいかわいい。そう言っていただけると、頑張って撮影した甲斐がありました。エイコちゃん、カムちゃん、改めて今回はご協力ありがとうございました。勝てなく勝てな、高評価、チャンネル登録、
メルマーク風紀よろしくお願いします。今日も気をつけていってらっしゃい。